こちら浦安情報局、こちらの時間です。新年も1週間が過ぎると、おとそ気分はすっかり消えて、普段の暮らしに戻られていることと思います。さて、今回のこちらラインナップは、復興情報、市内の出来事、浦安水辺散策、食卓はシェフの味などをお送りします。まずはじめは復興情報です。今回もシンボルロードなどの災害復旧工事工期延長のお知らせです。シンボルロードでは、校区内全線に常設作業隊を設置して、災害復旧工事及び液状化対策工事を行っています。これに伴って交通渋滞が発生しているため、一部の信号サイクルを変更するなどの対策を講じています。シンボルロードや舞浜駅前などの工期は12月27日までを予定していましたが、工事内容の変更などにより平成26年3月25日まで延長することになりました。ご理解ご協力をお願いいたします。続いては市内の出来事をご覧ください。年末には浦安のあちらこちらで新年を迎える準備が始まりました。弁天ふれあいの森公園では締め飾り作り、集まったのは50人余りの人々。まず古代米の藁を使っての締め縄作りです。藁の束を水に浸し、金槌で叩いて柔らかくします。ある程度叩いたら2等分して縄を鳴います。続いてこの締め縄を輪にします。そして白い紙で作られたしでと呼ばれる飾りと松ぼっくりをつけて完成です。締め飾り作りの後は古代米で作ったおにぎりの試食。参加した皆さんは締め飾りを作って新年の準備をして、おいしいおにぎりを食べて満足そうでした。郷土博物館ではお供え餅作り。作っているのは博物館ボランティアの皆さん。つきたてのお餅をちぎって丸めていきます。屋外展示場の民家の家々などに飾る鏡餅にするためのお餅です。途中博物館に遊びに来ていた子どもたちもお手伝い。お供え餅は大小合わせて60個以上を作りました。そして日を改めての餅つき。凍えるような寒い日でしたが、多くの人が集まりました。よいしょよいしょの掛け声でついていきます。できたお餅はあんこときな粉でおいしくいただきました。つきたて熱々のお餅、みんなおいしそうです。お正月には少し早いお餅でしたが、皆さん満足そうに食べていました。年の瀬迫った27日には、順天堂大学浦安病院の小児病棟にミッキーマウスとミニーマウス、そして東京ディズニーリゾートアンバサダー永井彩香さんが病院訪問。入院している子どもたちに、この1年頑張ったプレゼント代わりにミッキーマウスとミニーマウスが訪れました。ミッキーマウスとミニーマウスは素敵な新年が迎えられるようにと、魔法をかけるように子どもたちと接していました。大晦日の夜、多くの人が集まってきた大蓮寺。ここは市内で唯一鐘楼があるお寺です。火が焚かれ、おごそかな雰囲気の中、まず執り行われたのは木遣りの奉納。いよいよ鐘つきです。願いを込めて鐘をつく皆さん。大晦日から新年にかけて、日本の伝統をそのままに鐘の音が響いていました。
大連寺で除夜の鐘をついたら、隣の清流神社で初詣をするのが新年の始まりという方もたくさんいました。清流神社にも多くの参拝者が並びました。お参りが終わったら、氏子の皆さんが用意してくれた熱々のスープをいただき、身も心も温まりました。本来甘酒を振る舞うのですが、清流神社では飲酒運転撲滅のため、数年前からスープを振る舞っています。豊岡神社にも多くの人々が初詣に訪れました。樹齢およそ400年の大イチョウの下に並ぶ皆さん、家族や友達、恋人同士での初詣です。皆さん、何をお願いしているのでしょうか。お守りやお札、破魔矢などを求める人も多くいました。おみくじも初詣の楽しみの一つですよね。東大島の稲荷神社、こちらも地域の人々が初詣に訪れていました。この一年の無病息災、家内安全、家族円満などを願い手を合わせる人々。稲荷神社のおみくじは可愛らしいおみくじです。何が書いてあったのでしょうね。地域の人々の暮らしを見守る神社での初詣、皆さん晴れやかな表情でお参りに訪れていました。夜明け前の総合公園、平成26年最初の日の出を見ようと人々が集まってきました。元日、日の出の時間は6時50分ごろ。凍えるような寒さの中、太陽が顔を出すのを今か今かと待ちます。次第に地上が明るくなり、空が青く染まってきました。新年の夜明けです。集まった人々は昇る太陽を見つめたり語り合ったり、日の出に向かい手を合わせる方も。まぶしい光は冷え切った体を温めてくれました。そしていてついた人々の表情も溶かしてくれました。東京ディズニーランドでもお正月、ニューイヤーズグリーティングでは和服姿のミッキーマウスやミニーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、お正月ならではの飾り付けが施された車などに乗って登場。馬年にちなみ、馬のキャラクターホーレスホースカラーも一緒に盛り上げます。みんなで賑やかに新年の到来をお祝いしました。浦安市の新年最初の行事は元日恒例の新年菓子交換会、ブライトンホテルで行いました。市民団体や事業所など多くの方が一堂に会し、新年の挨拶を交わし合うことを目的に昭和42年から行っています。市長の年頭の挨拶、平成26年2014年がまさに大事な大事な正念場と位置づけ、皆さん方と一緒に歩んでまいりたいと考えております。そして市議会議長の温度で乾杯です。会場のあちらこちらでは挨拶を交わし、話に花が咲いていました。余興では浦安林保存会によるめでたい獅子舞や浦安太鼓連の景気のいい太鼓演奏、お祝いの席を盛り上げました。締めは自治会連合会会長による万歳三唱。浦安は今年も素敵なスタートを切りました。冬の寒い時期はどうしても暖かい部屋に閉じこもりがちという方が多いのではないでしょうか。でも思い切って外へ出て
冷たい風を受けながら水辺を散策してみると、今の時期ならではの素敵な風景に出会うことができるんですね。その水辺散策スポットをご紹介しましょう。浦安は三方向を海や川に囲まれた町。水辺は視界が広く開け、遥か遠くの風景まで見渡すことができます。特に冬は空気中の水蒸気が少ないため、遠くまではっきりと見渡すことができます。高須、明美、日の出と続く一直線の海岸線は、途中で境川をまたぎますが、2キロにわたって遊歩道が続きます。千葉市幕張の高層ビル群や火力発電所などの都市景観、風のある冬晴れの日には房総の山並みもくっきりなのですが、こんな墨絵のような風景も味わいがありますね。海上に続くのは千葉と神奈川を結ぶアクアライン。その石の端に浮かぶのは海ほたる。ここからは海底トンネルを神奈川へと向かいます。沖合には漁船や貨物船が浮かび、船の動きを眺めているだけでも時の経つのを忘れてしまいます。散策の人たちも皆さんここからの眺めがお気に入り。バーベキューもできるし、公園も子ども喜びますし、今もちょっと海見えるのいいねって話をしてたんで、それも癒されますよね、やっぱり。はい、ここはもう全部パノラマで全てが見れるのが、最高だと思います。海ホタルとか、あと橋とかも見れるのが綺麗ですね。はい、散策路の途中には展望デッキや展望広場などが設けられ、ベンチに腰を下ろしてゆったりと風景を楽しむこともできます。墓地公園あたりの散策路は歩行者用、自転車用に色分けされ、自転車で海辺の風景を眺めながらのサイクリングも人気です。ただし総合公園内や高須海浜公園内は自転車の乗り入れはできませんので、境川沿いのサイクリングロードなどの入り口から向かうことになります。水辺の風景は早朝や夕刻などには美しい表情を見せます。房総の山並みに浮かぶ日の出、そして時間とともに刻々と変化する色彩、神秘的な光の変化に目を奪われてしまいますね。高須海浜公園や総合公園の海岸線からの風景、とても素敵ですよね。もう一つ、浦安の暮らしに深く関わる水辺といえば旧江戸川です。東京都と千葉県の都県境を流れる旧江戸川、現在は都心への交通はとても便利になっていますが、昭和15年に浦安橋が完成するまでは陸の孤島だったといいます。渡し船や定期船が東京への貴重な交通手段として活躍。この旧江戸川は大正9年市川に放水路が完成するまでは江戸川本流でした。しかししばしば洪水を起こし、流域に暮らす先人たちを苦しめてきたのです。今では安全を守る高い護岸堤防、水門や排水のための大掛かりな施設によって洪水の危険性はほとんどなくなりました。堀江の排水機場ではカワセミも一休みしていました。
魚があれば魚、魚を見てた。堀江ドックではこんなカワウにも遭遇。冬になるとそこで焚き火するんですけど、一緒に頭しまって羽広げて。水辺は野鳥にとっても憩いの場なのですね。対岸の建物の間からスカイツリーがこんな表情を見せていたり、ゆったりとした川の流れを行き交う船、そんな川の風景を眺めていると時間の流れも緩やかに感じます。下流では散策路も整備されています。早い時に来ると富士山がね、見えるので、もうちょっと遅くなると見えないんですけど、7時ぐらい来るとくっきり見えるんで綺麗です。あと夕方の富士山とかね、楽しみにしてます。はい、夜の屋形船とか、観覧車とかもね、イルミネーションも綺麗ですよね。なんか贅沢な気持ちになりますよね、たまに。できてしばらくはここずっと使えなかった。こういうふうに整備されてから本当に楽しくなったね。葛西臨海公園の観覧車が建物の上に顔を出していたり、天気が良い日には富士山も姿を見せます。この旧江戸川の河口をさらに下っていくと、舞浜の東京ディズニーリゾートです。その周りの海岸線にも遊歩道が整備されていますから、そこからの風景もご紹介しましょう。旧江戸川河口から運動公園に至る海岸線は延長 3.45 キロ。護岸堤防の上には一部遊歩道が整備されています。のんびり歩けば1時間ほどの散策コースです。そのほぼ真ん中、ホテル群付近の T 字路のそばに展望広場が設けられています。ここからの海の風景も圧巻です。羽田空港の飛行機の発着の様子も風向きによっては目にすることができます。一昨年に開通した東京ゲートブリッジは間近に見えますね。その近くの風力発電の風車、年間1000個分の家庭の電力を作ることができるそうです。日没の時間は刻々と風景が変化していきます。目を奪われ、時の経つのを忘れてしまいます。そして日がすっかり沈み、街の明かりが輝きを増すとともに、水辺は夜の帳に包まれていきます。浦安の水辺散策、本当にいろいろな表情に出会うことができるのですね。皆さんもちょっと足を伸ばしてみると意外な発見があるかもしれません。続いては食卓はシェフの味。東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾートの総料理長、石井孝之シェフがフレンチトーストをご紹介します。今回はトーストの焼き上がりまで、次回は様々なデコレーションです。ご覧ください。
今日はですね、フレンチトーストを作りたいと思います。で時間がある時はですね、本当はこう一晩漬けていただくのが一番よろしいんですけども、やっぱりおやつですとか 朝食べたいとかって急に思う時ございますので、今日はそれに対応できるようなフレンチトーストの作り方をしてみたいと思います。まずパンを切ります。牛乳と卵はこれ別々にしてください。本来これは一緒にして一晩漬けるのが一番よろしいんですけども、牛乳の浸透と卵の浸透っていうのはスピードが違いますので、わざとこう分けていただいて早く仕上がるようにしてあります。少しお砂糖を入れていただきまして混ぜていただきます。パンをまず牛乳につけます。これは牛乳の方が浸透が早いんですね。ですから先に牛乳で、そしたらですね、これを次には卵の方につけるんですけども、その間にですね少々時間がありますので、バターの方に一工夫したいと思います。バターをコマード状にしておきますね。オレンジを皮をすりおろしていただきます。こちらのオレンジの身の方もですねジュースを絞っていただきます。フライパンを熱します。先ほど作りましたバターのオレンジ風味のですねバターを入れます。ここで3分の1ほど入れていただきます。卵につけたパン、このパンはですね別にこういう食パンじゃなくても構いません。バケットでも残ったパンでも構いません。なるべく弱火にしていただきまして、じっくりと焼き上げていきます。その時ですね、その先ほどのまたバターを少し足していただいて、そしたらまたバターを足していただきます。パンがバターを吸いましたら少し足していただきます。そうしましたらオーブンで少し加熱していただきますと、中まで入った卵がですね火が入りますので、おしぼはなくなりますので、私のふるさとは高知県なんですが、浦安には北海道から沖縄まで全ての都道府県出身の方が暮らしています。次はふるさとのお雑煮大集合と題して、各地のお雑煮をご紹介します。浦安の皆様、明けましておめでとうございます。早速作っていただきましょう。まずは鹿児島県、お餅が特徴的です。ね、この鏡餅は、神様にあげる鏡餅、それから、親戚にあげる鏡餅、それから自分たちが食べる鏡餅っていろいろな形で、もう少し薄いものなんですけれども、本当の鏡の形をしたものを使います。それでこれに最初に入刀してこう入れる力を入れて切る人はそのうちの課長がするっていうことで、この包丁ももう少し大きいものでいたします。鹿児島だ、はい、あ、エビが入ります。桜エビ入った。こんな形で召し上がる。美味しそうだな。いい香りがしますよ。もう一つの特徴が桜エビの出汁、美味しそうですね。香川県、あんの入った丸餅です。甘いですよ、甘いですよ。でも食べられてない人は大福を想像するかもしれないですけど、大福のような甘さではないです。白味噌仕立てのおつゆを貼って青のりをかければ完成です。京都はね、西洋味噌っていう白味噌を使うんですけどね、お出汁はお昆布の出汁だけなんですよ。それでね、あとは八つ頭、人の頭になる。それで小芋は子孫パンに、それでね、お正月のお雑煮大根ってあるんです。それは単一にこう根をぐっすりと張るようにっていう、それだけで、ただ塩ばっかりで
あのシンプルに清潔な感じのちょっと甘手の白味噌を、うん、あのポタージュスープのようにとろみぐらいあるお雑煮のお出汁。静岡のお雑煮、ここからお餅がのしたお餅を切った切り餅に変わります。地域によってお餅の形まで変わるんですね。地元浦安、こちらに来ているんですが、来ましたか、はい、浦安といっても浦安堀江地区とそして猫座根東大島地区ということで2カ所実は作り方が違うんですよ。まず堀江地区の方から聞いてみたいと思います。はい、もうすでにこちらには大根その他、ごぼうなどが煮えている状態ですね。あの暮れのうちにね、あの三が日分をこんにゃく、お芋、それからあのお芋でも八頭なんですよ、人参、ごぼうと全部茹でても、ナッパ、あの小松菜も全部茹でておくんです。そうなんですか。はい、やってますね。一回もう下茹でをしておく。もう12月にお節を煮ますよね。その時の野菜と一緒に全部あの正月分を茹でておくんです、ね、ですからもう早いんです。できるのはもう思って入れればいいんです。ねえ、あまりお正月は忙しいことをしないようにって言うんだそうです。年寄りから聞きましたね。でもう暮れのうちに全部あの下準備しちゃうんですよ。この猫座根東大島地区はまたこれとは違うんでしょうか。そうですね、あの地元ではごくシンプルなお味なんですが、あの漁師町が漁師の人が多かったものですから、割合あの女の人は普段忙しい思いをさせるということで、お正月三が日はこれは男の方が作ってくれる。そうなんですか。全然女は作らせてもらえないんです。お雑煮は三が日全部ご主人が作るんです。そこのうちにこれ珍しいですね。またね、全部どこの家でも漁師町は大抵そうですね。ということは、はい、ご主人ももちろんお雑煮を作れる。そうですね、できたよって男たちの声で私たち食卓に向かいます。次は新潟、大根と人参でお正月を祝います。白いこんにゃくを使うのも特徴です。お餅の上に、はい、すまし汁が入りまして、さらに盛り付けとしてまたこの大根と人参のね、はい、彩りのナルトが入りまして、はい、新潟の方が完成、出来上がりでございます。こちらもお祝いの色を大切にしている山形県。シンプルですが鶏の出汁をしっかり効かせたコクのある味わいです。イクラがたっぷり、もうお分かりですね。北海道です。けんちん汁と同じような形です。あ、本当に具だくさんで、豚肉が入ってます。かつお節とからサバ節を使います。濃い出汁が出ますね。具沢山の北の味、身も心も温まりそうです。お国柄で異なるお餅の形、煮たり焼いたり、出汁も具もふるさとの産物で、お雑煮は気候風土や山海の恵みなどその土地ならではの文化なんですね。昨年は和食がユネスコの文化遺産となりましたが、皆様は今年どんなお雑煮を召し上がりましたか？いかがでしたか？今回のこちら浦安情報局こちうら、次回は自転車は規則を守って快適にをはじめ、ご覧のラインナップでお送りいたします。運動不足になりがちなこの季節、特に高齢の皆さんには散策がおすすめです。ご紹介した水辺の散策、足を運んでみられてはいかがでしょうか。それではまた。